ジャンポール・ピエール・カジミール・ペリエ。1847年11月8日にパリで生まれた。祖父は7月王政期の首相カジミール・ピエール・ペリエで、父はアドルフ・ティエール内閣で内務大臣を務めたオーギスト・カジミール・ペリエ。最初は父の秘書として政界に入り、1876年フランス議会選挙で大部県から選出されて大議員議員に就任。 以降大統領就任まで、大部県で再選し続けた。家族と違い共和左派に属し、1877年5月16日危機では、政府への不信任決議に賛成票を投じた、議員363名のうちの一人だった。1883年に、オルレアン王家の国外追放法案への賛成票を拒否、法案が可決されると議員を辞任したが、これは、 カジミールペリエの政治官による行動ではなく、オルレアン家との結びつきによる行動だった。1883年8月17日から1885年1月7日まで、陸軍時間を1890年から1892年まで、大議員副議長を務め、1893年に大議員議長に選出された。同年12月3日に組閣して首相に就任。 外務大臣も兼任した。マリー・フランソワ・サディ・カルノー大統領が1894年6月24日に暗殺されると、同年の大統領選挙に出馬、451票で、アンリ・ブリッソンとシャルル・デューピュイを破って当選した。しかし、1885年1月14日に、デューピュイ内閣が総辞職すると、カジミール・ペリエも翌日に大統領を辞任した。 大統領を辞任した理由については内閣が意思決定、特に外交に関する決定の前に自身に諮問しようとせず素通りされたことであると述べた。以降は政界から引退して実業界に集中した。ドレフィウス事件ではドレフィウスの再審においてドレフィウスに有利な証言をした。1907年3月11日死去。ありがとうございます。